身の引きチャボじゃない、チャボじゃない、ごめんなさい、間違えた。身の引きの白笹です。めちゃくちゃ尻尾が長い。長っ。ミノはですね、長すぎてカットしてあります。え、超綺麗。あ、めっちゃ今のこのポーズいいわ。あ、ごめんね、俺が邪魔になっちゃう。そっち側行くと喧嘩になっちゃうから、入るんだったらそっち側に。あ、いいよいいよ、別にカットさせてもらいます。戻ってっちゃった。綺麗だな。白笹の身の引きです。すごいですね、尾が。結構意外とね、小屋はそんなに大きい小屋じゃないんですけど、ちゃんとしっかり尻尾が伸びてます。ちなみにこの床材、3日に1回床材大掃除してミノを洗ってるそうです。ちなみにこの子はね、ミノをね、あの、長すぎるんでカットしてあります。で、胸のところにね、白い星がちょっとね出ちゃってるんですけど、これは結構ね老系なんで、もう年なんで仕方ないんですけど、うん、尻尾の白いのもね仕方ないんですけど、うん、年寄りにしては立派ですね。綺麗です。こちら先ほどの身の引きのメスですね。メスもね、またちょっと魅力的な鳥ですよね。三河系の鳥なので、あの、遠州系と違ってちょっと小ぶりの、ちょっとというかかなり小ぶりかな。自分が知ってる遠州系ってもっとでかくて、あ、隣に遠州系の症状がいるな。これ多分遠州系になるんだと思うんですけど、うん、これもともとうちから行った症状の、身の引きのメスですね。もう全然大きさが違うんですよ。わかるかな。そう、こっちの方が全然小ぶりで、はい。身の引きはね、遠州系と、ちょピントが合わない。遠州系と、三河系2種類あるんですけど、今はちょっとね混ざっちゃって、で、どっちかというとこの三河系ですか。三河系っていうのは体型が小さいんで品評会で入賞できないんで、ちょっとそれで数が減ってしまったっていうのがあって、ただ中には三河が大好きで、うん、維持してる方がいて、ちゃんと飼育すればこんな立派な鳥になりますからね。遠州もね、三河も両方とも現地の静岡とね愛知の人が保存してくれたらいいんだけどな。皆さん頑張ってくださいよ、お願いします。この赤笹の鳥、うちから行った鳥なんですけど、大元をたどるとうちの、お長鳥の白富士に、症状じゃないや、身の引きの、柏のメスを交配して生まれた、キザサの、ジダの白いオスに、キザサの身の引きを戻し交配した鳥ですね。そしたら赤笹が出て、こんな感じの鳥になりましたね。尻尾長いんですよね。ただ、身の引きと呼ぶにはちょっと中途半端なんで、これから、開業してくれるそうなので、ちょっと今後この子のね子孫楽しみです。あ、トーマツ君来ると逃げちゃうじゃない。絡まってる毛が、あー、そうだね、後ろのあれほどきたいね。さすがオナガドリの血が入ってるから。これはですね、うん、ちょっとね、どうなってんだろう。これはね、なんだっけ、オナガの白富士と症状の身の引きの症状じゃなくて、身の引きの多分柏型のメスとのハーフで生まれたキザサのオスに、再度キザサの身の引きをかけてる。
鳥。行ってきなよ、分かんない、じゃあそれを探してこなきゃ、岡山さんに聞いてくれば、聞いてきなよ。